女女にモテててるっ誰誰でもいいわ例えば芸能人でもあ YouTuber でもいいわ女にモテてる女って誰がいる藤田ニコルフワちゃんなるほど木下優香渡辺直美なんかさ絶世の美女とかさスタイルいいやつをあんまり。 褒めたがんねえよな、女ってな。渡辺直美ちゃん可愛いっていうことで、デブを正当化しようとしてるよな。本当に俺は渡辺直美のことを性的な目で見て可愛いと思ってるけど、なんか、それってさ、なんかその、自分より太ってるやつとか自分より可愛くないやつを世間的に認めさせることによって、相対的に自分の価値上げようとしてるよね。田中みなみとか超可愛いじゃん。 でも、女人気低いよね。田中みなみめちゃくちゃにいや、もうお前らマジで本当に踊らされてるバカ。ええー、バカバカ。上からコメント読んだけど、バカ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 。一人も私、頭いいやついません。なんで田中みなみが人気教えてあげようか。田中みなみ人気なくなったじゃん。だから人気になったんだよ。えこの人かわいそう私よりかわいそうじゃあ好き 大原みてえににニョキニョキ湧いてきたのバカどもがえすごい嫌われてるえじゃ,あじゃあ好きよ私えすごい嫌われてるえじゃあ好きっつってバカどもがニョキ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 ってあってカビと一緒だからねそういうのって俺は昔から田中みな実好きだったから一回も嫌いになった時期ないからでもそんな俺好きだから分かる田中みな実時期女子めっちゃ嫌われてたからねブリッコーとすげえニョキニョキ生えてきたのマジで俺ずっと好きだったんだもん 田中みなは美容系に食い物にされてるから女性何言ってんだお前俺加藤だけどぶっ飛ばすぞブスとデブとババアを見ると女は安心するからデビュが情報される <laughs> そう本当にそうなのかな水溜りボンドが完全におわこになったゲンズで <laughs> なんかさ前もあったじゃん一月ぐらい前においジュン 水溜まりボンドがオワコンになったぞつって、やったーつって見に行ったら全然クソほどオワコンじゃなかったのね。二三十万再生ぐらいあったの。一万再生、メグウィン、メグンぐらいじゃなきゃ俺ほんと許さないよ。